なんかうわーって思いましたね。細切りのやつが絶対サンスパーフなんです。直角にガーンって上がるから。リクシルスポーツでは YouTube チャンネルだけでなく Instagram、X などもアカウントを運営しています。番組の配信情報なども確認できますので、ぜひチャンネル登録とフォローをお願いします。フォローしてください。え、じゃあもう大阪出身なの？そうです。まあ、マスと一緒じゃん。フォロー大阪君ガンバファンなの？ガンバファンなの？ガンバファン。まあもうあのちっちゃい頃ガンバのスタジアムの近くに住んでて。あ、そうなの？毎週末ガンバの試合見に行ってたんで。へえ、じゃあもうガンバ行けよ。いやいやいやJ リーグファンっすね。あ、J リーグ、はい、そういうことね。 J リーグ見て育ったって感じですね。あ、でも10歳まで住んでたんで、だいぶ結構関西やんじゃん。結構関西で。中学の時からどこ？中学、福岡県です。え？何って言ったんですか？転勤？はい、親の転勤で。転勤か。小4で福岡に行きました。あ、そうなんや、はい、で、高校大塚。そうです。で、大学また関西戻ってって感じか。そうです。へえー、今半分半分ぐらいですね、九州と関西。そうだね、はい、難しいね、それね。そうなんですよ、出身どこって言われたら難しいんですよ。なあ、え、なんて答えたの？大阪と言ってんの？いや、福岡って言ってます。実家福岡で。あ、そうかそうかそうか、はい。自分のポジションで憧れや目標にしている選手は誰？まあ、俺は篤人君って答えてるけど、二人は？じゃあ君から。まあ、右サイドバックになって日が浅いんでまだ、あのずっと見ている選手っていうのはなかなかいないんですけど、まあ、の鹿島でサイドバックって言ったらやっぱ内田さんとかになってくるんで、まあ、僕も結構、はい、うん、やっぱり1番2番が似合ってたかなっていう歴代で、うん、まあ、日本で一番いいサイドバックだ。そうだからやっぱ追いつけるように頑張りたいなっては思いますね。やっぱサイドバックってみんなそうなんだよ、多分篤人君の見て育つんだよな。一番っすね。なあ、うん、マチは誰？マチは篤人君？僕もいいっすか、アツト。あかんやろ、お前。俺だってアツトさんに入って1年目最初の方に、アツトさん覚えてるか分かんないですけど、うん、俺お前に守備教えるからお前サイドバックとして育ててやるって言われたんですよ。あ、でもね、俺もね、まずサイドバックいいんじゃねえかって誰かと話したことあるんだよ。まあでも憧れ、でも憧れ昔からそんなにいないんですよね。難しいね。難しいんですよ。目標はじゃあ逆にこの人参考にしてるなみたいな選手、海外でもいいし。最近で言うとやっぱまあ、日本代表とかもやっぱウイングの重要性がすっごい増えてるから、うん、まあ、それこそね、伊東純也選手とかタイプ的にも似てる感じだと思うし、まあ、そうだね、似てるね。ああいう感じにはどんどんなりたいなとは思いますね。ポービッチ監督、ミラン・ミリッチコーチ、中郷雅樹コーチ、ね、いろんな人入ってきたけどどうですか？じゃあ君から。まあ、君は最初の監督か、ポービッチがね。はい、どう？怖いです。怖い。怖いです。いや、怖いな。怖いです。最初びっくりするな、ポポさんとやったら多分ね。よう腕立て刺されてんもんな。なあ、だって待つなんて、だって何人やってんの今監督。俺5人目っす。何年で5人目？5年目で5人目っす。ええー、シーズン途中に変わんなかったのが2年しかないんで、うん、今までまだ、1年目と大輝さんか、大輝さんしかないんで、すっごいやること全部変わってますね。まあ、そうだな。毎年もシーズン中もそうだし、うん、まあコーチもそうだし選手も変わるし。すごいねそれ、5年で5。まあそうだね、なんかこれ以上深掘りしない方がいいな、なかなかね。まあディープな話なんですけど、今までの中だって一番要求するのが多い監督だと思いますね。そうね、細かいというか、いい意味で、うん、まあ確かにやっちゃいけないこととやっていいことっていうのがはっきりしてるね、うん、あの監督は、うん、あの監督って言っちゃって大丈夫かな。コウキ君は、あ、中郷さんとベルディでやってるんですか？やってんのよ。あ、やってんだ。3年やってるんだ。プレーっすか？プレー一緒にしてる。あ、プレーやってんだ。いやもう中3とはね、よくね、まあ遊びましたね、遊びましたね、遊びましたね。だから不思議な感覚なんよ、俺は。俺初めてだから、その自分が現役の時に一緒にやってた人があんまないっすね。コーチとそうしてるから、なんかまだか隠してるなって感じ、中3は。あ、もっとおもろいし、まあでもなかなかコーチって立場だからやっぱ難しいんだろうね。なかなかむずいっすよね、うん、それ難しいと思うわ。あ、ミリッチ、あ、ミランはどう？ミランは優しいな。あれ筋肉やばいっす。あ、やばいね。毎日筋トレしない？あれベンチプレスやばいっす。超上げてるでしょ。毎日筋トレしてる。
やばいっす。ほんまに毎日緊張してるな。まあ監督怖い分、まあミラン優しいし、ね、優しい。そこはカバーしてる感じありますかね、うんうん、俺もそう思う。君は初めてのキャンプだったけど、どうですか宮崎キャンプ。宮崎キャンプ、あめちゃくちゃきつかったですね。そうだな、はい、まあ、プロのキャンプちょっと違うでしょ。違ったっすね、うん、きつかったですけど、まあでもキャンプ通して結構溶け込めたかなっていうのはあるんで、まあなんだろう、ずっと同じ宿舎にみんなで泊まってたんで、うん、まあ、食事会場とかでいろいろ話盛り上がったりして、うんうんうん、僕はキャンプで結構絡める人が多くなったかなっていう印象です。誰と同じあれだったの、テーブルだったの。ガク君と、うん、イクマ君と、うん、マツと、うん、モロ君とナオさんですね。 あのテーブルか。いつも残ってたもんな。残ってずっと喋ってましたね。あ、そうだ、はい、マジ45分ぐらい残ってました。そう、誰が回すのそれって話。まあ、ガク君が話題を振るんですよね。さすがガク君、よいしょ。よっ、さすがガク君、よいしょ。だからまあ、これ学見てるからね。しょうもないっては申し訳ないですけど、うんうんうん、なんか本当に何だろう、まあたわいもない、うん、なんかパスタの味だったら何が一番みたいな、ああもうスイーツだったら何が一番みたいな、ああそういうことね。あ、そうですね。それいいの。カルボナーラって言ったらソーダだけされましたよ。あれねえだろ、カルボナーラねえだろって言われて、ちゃんとみんな答えるんですけど、それあのガクンが求めてる答えと違ったら、いやないいやない。いやー、でも俺もカルボナーラないな。ないっすよね、俺もなかったんですよ。でもこれあの判明しました。あの、はい、若いやつは、うん、まだまだ舌が肥えてない、いいイタリアン行ってないやつはカルボナーラ。だから誰だ、誉れか春とかなんかも、うん、そのやつはほぼカルボナーラ。そうカルボナーラ、ユーゴとか。え、ガック君何だったのちなみに。ガック君がペスカトーレ。ペスカトーレだ。うわ、一緒一緒です。あ、一緒。美味しいっすもんね、ペスカトーレ。どういうやつ？ペスカトーレ。海鮮っすね。え、海鮮。海鮮なんだ。海鮮系っすよね。そうっすよね、貝とか入って。うまそう。美味しい。めっちゃ好きっす、ガク君。じゃあ、同部屋は誰だった君は。僕はすっちゃんっすね。いいね、いいっすね。もう何すんの？二人何してんの？二人で特にすることはないっすけど、うん、まあでもあのめちゃくちゃ快適でしたね、すっちゃんは。やっぱもう喋んないでも楽みたいな。だし、喋ったら盛り上がるしっていう。待って、すっちゃんと何喋んの？すっちゃんと何喋るかな。まあでも今日の練習どうだったねとかは話したらちゃんとこう結構人盛り上がりして、うん、あの終わるんで。あ、じゃあいいね。楽しかったですね、すっちゃんと同部。想像つかないな、すっちゃんが。すっちゃんが練習の話するんや。マツは？マツ誰だったの？俺山田っす。安定だね、そこはね。だから俺4年間太郎だったんで、ずっと。そうか、ずっと太郎ちゃんか。今回山田で、うん、まあ、俺らずっと黙るときは黙って2人とも何も干渉しないし。いや、そうだよ、同級生はそうだよね。スピーカーで音楽流して、歌ったり踊ったりするときもあったし、うん、みたいな。なんかまあ、まあ、歌ったり踊ったりするの？あ、してましたよ。もう若いな、やっぱまだ。まあ、まあ、でも、そんな感じですよ、同期は。まあ、そうだよな。今年もリクシリさんとエール交換をしたけど、これなしでよくない？あるよ、いい？でもリクシリさんとのエール交換の話大事っすよね。大事っすよ、リクシリとしては大事っすよね。ちょっと話していこうか。じゃあ来年やりますっていう。じゃあそう、君へ、来年僕やります。来年僕がやります。よし、ちゃんと残ってるからね、こういうのって。うん、じゃあ来年は松と君と、あと俺はもう見てください、ちゃんと2020にやってるじゃないですか。いや、本当だ、やってる。2人でフレー言ったんですか俺。キャンプといえばデジッチなんですけど、あれはいつ考えたんですか？いつ考えたんだっけ、もう忘れたけど。でもなんかブレイキングダウン見てて、俺ブレイキングダウン見てて、なんかのオーディションやりたいなってずっと思ってた。そのなんかのオーディションでその若手全員をやらせたことをやりたいなと思ってて、逆算して考えてたんだよね。やっぱ誰を最後オチに持っていこうかって。やっぱ上田くんだったんだよね、俺の中では。で、上田くんって何を連想するかなって、やっぱ怖いなっていう連想で、あ、じゃあ桃太郎行っちゃおうかっつって、俺が桃太郎役でオーディションして、まあ、決めたんだけど、俺は正直そのメンバー誰でもよかったの。ただあのオーディションをうまく取りたかったんだけども、しっかりそれをまああのね、あのやべっちスタジアムでうまく流してくれたから、まあ、大満足です。あれだってね、すごかったもんな。みんなも
まあ、だるいっすよとか言いながら、マジでいいっすわとか言って用意スタートした瞬間、うわーとか全員あれは良かったね、切り替え良かったっすよね、あ素晴らしかった、全員嫌がってたけど、まあ服だな、服と旅行っすね俺は、もう、うん、理由は部屋来たよなこの前な、うん、もう古着屋みたいになってんす俺、服店みたいでしょ、服と靴だらけで、あの俺綺麗に使うから、うん、捨てれないんですよ物だから、結構前から持ってるものとかもずっとあるから、服とか靴はめちゃくちゃあります、ね、靴の量やばかったっす、好きなんですよね、めっちゃあった、めちゃくちゃあったっす。君は鹿島スタジアムで初めてプレーしたけどどうでしたか？プレーシーズンマッチですけど、うん、やっぱあの声援はやっぱすごかったですね、最初のなんかあのコーチングコールとか、うん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 、入ってた時の感じとかは、うん、J リーガーになったなっていう感じが一気にしましたね。あれはまずやっぱ感じるよな、感じますね。だ俺去年の最終節点決めたじゃないですか、横浜市戦、あれ俺ホーム側に決めたの初めてなんですよ。ああこっち側でね、はい、うんうんうん、いつもあれ逆じゃないですか前半、そうか、あれ多分日差しか風かでなんかでチェンジしたんですよ。あそうだそうだ、だから俺あっち側で決めたの初めて、俺アウェーが多くて、うんうんうん、でホームで決めても前半ばっかだったからあっちだったんですけど、うん、だから決めた瞬間のなんてうわーみたいなのを初めてその感じたんですけど、その間近で、 あれはいいっすね、やっぱアドレン出た、出ましたね、いいね、気づいたら顎上向いてました金を取りたいでしょ、点数取りたいっすね、すげえもんな、やっぱまだプレーシーズンマッチかこの間やったのはね、いやもっとすごいよ、もっといっぱいみんなアウェーも来て、うん、J リーグになったらもっと全然何も声聞こえないよって言われて、そう、ほんと聞こえない、でもなんかそんな緊張してる感じなかったけどね、だってすごい選手ですもん、いやいや、まあ、そうだな、緊張はしましたね、あした、 でも1個目のプレーにめちゃくちゃこの集中してた、まあうまくいったしな、1個目が1個目のプレーだと思ってめっちゃ集中してたんで、うん、意外とスッと入りましたね、俺も思った、なんかやっぱ常があの一昨年ぐらいにあの開幕出た時はあの最初のプレー3回見せたもんね、トラップするそのままロングボール来てそのままスルー参加してたから俺大丈夫かなと思ったけど、やっぱ常に能力あったね、なんか君はそれがないからなんかもう意外とスッと入れてんなって感じ、常に面白かったですもんね、面白かったね、ゴロのボールどうやってそのトラップしてこんな浮くの直角にガーンって上がるから、あれあいつやっぱすごい選手やね、またね、でもちゃんとマイボーなんだよな、常見てる、元気いつね、元気かな、ねえ、なんか意外とね見てるからね、なんか西村選手来た時にかなんかカモンジュネーブとか言ってたウェルカムジュネーブみたいな言ってたけど、夏ね元気かな、可愛いよな、あいつも今年はパリオリンピックがあるけど、アンダー日本代表の雰囲気はどう、チームの違いどうですか、日本代表のアンダー23になるのかな、松たちは、そうですね、同級生ばっかなんで、うん、でまあ、一個上っつっても早生まれでずっとやってきた人だからもう敬語なんか使ってないし、うんうんうん、いい意味でだからまあみんな和気あいあいとしてるし、まあでもみんなギラギラはしてますよ、和気あいあいとしながらその試合とか練習の時は、そうか、うん、まあ、すごい刺激になりますよね、うん、その海外の相手とか、だから特にずっと強豪国とばっかやってたから、うんうん、だからもうなんだ5大リーグでバンバン出てる選手とかともやったし、うん、それはすごいいい刺激にはなりますよね、監督どうですか、郷さんは、いや、いい監督です、我らの郷さん、はい、まあそうだよな、だすごいそのリスペクトされてるっていうのを感じて、へえ、お互いそのスタッフと選手間のだお互いにすごいリスペクトし合える関係だなっていうのは、もういいね、さすが郷さんすごいそこは感じます、だからもう僕たちも、うん、もちろんチームのためにも自分のためにももちろんプレーしますけど、うん、そういうスタッフ、まあその郷さんもそうだし羽根さんもそうだし、だその人たちの支えがあってもできているので、だからそこはすごいリスペクトしながらやれてますし、向こうからのすごい信頼というかそれも感じるんで、うんうんうん、すごいいい環境だなと思ってます、君もだって狙ってるんでしょ、パリオリンピック、まあ、そうですね、世代なんで行きたいですね、なあ試合出てればな、はい、チャンスあるからな絶対な、そうですね、なんか鹿島で試合に出て活躍、それがまず第一かな、そうだね、まず海外したでしょ、行きましたね、なあ、うん、どこでしたの、ドイツと、まあパリ行ったのかな、でドイツとか、まあ
向こうにやっぱさっきも話しましたけど、うん、パリ世代の代表で一緒のやつらが海外でやったりしてるんで、そうか、その子らに会ったり、その家泊まったり、まあ、観光もしたし、うんうんうん、まあ、ちょうどあの試合がなかったんで、その時に、うんうんうん、試合は見れなかったんですけど、向こうのヨーロッパに旅行しに行って初めてだったんで、遠征はあるけどやっぱ観光とかできないから、うん、まあ、すごい楽しかったですね、はい。一人でいたの？行くのは一人で行きました。全部向こうに、それすごいね、友達も、だからそのフランスにも友達がいて、うんうんうん、だからそこを転々としてました。旅行は好きですね。このオフシーズンだけで京都にも旅行行って、うん、あ、海外にも行って、あと軽井沢とかにも行きましたね、旅行。めっちゃ行ってるね。めっちゃ行ってます、うん、だ結構好きなんですよ、その土地の観光名所回ったり、うん、温泉入ったりとか、まあ、うん、美味しいも食ったりとかが好きなんで、だそういうところになんかいろんな服着ていくのが好きだったりします。あ、なるほどね、うん、そこに関連してるんだ。はい、いろいろと出かけるのが好きなんで、うん、俺やっぱ補佐いないといけなかったね、今年も。あ、うちの早川と言ってましたね、小川くんが。あ、ユースケ、多分見てますよ、ユースケ。コウキくん出てたら見てます彼は、はい、今年は名言なかったね。いや、名言っていうか、あの、もうイタリア人だと思ってるから俺は、早川のこと。なんか、あ、ここねみたいな感じだったもん。なんかもう知ったような感じだったもん、イタリアを、早川が。で、ケント君とかにも会ってましたよね。あったあった、俺もね、会った。もうそうだ、町田とかも会ったし、みんなに会ったからすごい刺激を受けましたよ。俺、二人ともになんで連絡せえへんのって言われましたけど、ね、だよな。いや、国ちょっと遠いしね。あ、そう、会ってると思わんかったから、うん、まずだって、あれ、代表でやってるやつだと一緒なったんですよ。そうなんですよ、だから、そんななんかそこに行ってもなと思って、うん、君はまだないもんね、シーズンオフね。そうですね、まあ、大学のインカレ負けてからはそのまますぐ来たぐらいやもんな、うん、1ヶ月もないか。でもなんか半月ぐらいは休みつもなんかそもそもするでしょ。引っ越しとかでもうバタバタしてます。お金もないし、何もすることないやんな、ね、することない。自分で何もしないですね。だ 何したいとかやな、次な。本当に数ヶ月ですけど、うん、皇室習ってましたね。何それ皇室って。ペンか。皇室です。書写か、あの習字じゃなくて銀色みたいな。ああ、なんか鉛筆で書くやつでしょ。鉛筆で書くやつですね。なんでやったのそれ。いや、親に連れてかれてて、でもすぐやめましたよ。だからサッカー以外はそれぐらいしかやってないですね。松は？俺幼稚園から小1まで水泳やってて、うん、でまあサッカーやって、あとまあフットサルとかだから、まあ、まあ基本ボール蹴ってましたね。水泳ぐらいですね、習い事やって。水泳とサッカーぐらい。そうですね、はい。俺はピアノとバイオリン教室かな。うわ、英才、うん、そんな英才教育されてたんですか、うん、あ、したことねえや。俺も水泳だけだったわ。無理っすよ。コウキくんバイオリン無理っす。無理だな。はい、君から好きな食べ物何。好きな食べ物はパイナップルです。俺ね、これ見たわ、なんかの YouTube なんか言ってたよね。あ、はい、自己紹介。あ、自己紹介言ってたよね。渋いんかもわからん。パイナップルっすね。何が好きなの、パイナップルの。大学の時に近くの関西スーパーで、うん、輪切りのやつを売ってて、関数通じへんで、ないから。まあまあまあ、まあ、夜9時ぐらいになったら、うん、その輪切りのやつが絶対 30% オフになるんですけど、それを毎回買ってうわずっと食べたんで、なんかそれ聞くの大学生っぽいわ。ほんとですか。あ、ねえもんな、松菜。ないっす。スーパー行くっていう概念が。スーパー行かないっす。俺も行かねえもん、やっぱ。で、パイナップル好きになったの。そうです。そこのパイナップルめっちゃ美味しくて、あの、パイナップルの深い黄色分かります？熟してる。いや、分かるわけねえだろ、お前。パイナップルって熟すとこう深くなってくるんですよ、黄色が。そのパイナップルだったんで。うまいんだ。めちゃくちゃうまいっす。じゃあ、まずは俺もマジベタっすけど、ハンバーグっすね。あ、俺も好きだね、マジで好きなんですよ、うん、ほんと飽きないハンバーグは。あ、いや、わかる。子供の頃からの王道のやつでしょ。ずっとハンバーグなんですよ。なんかいろいろ食ったんですよ。いや、美味しいもんいっぱいあるんですけど、うん、好きなものはいろいろあるんですけど、うん、なんやかんやハンバーグなんですよね。どこのハンバーグ一番好きなの。どこのハンバーグ、お店とか。うわー、どこやろ。爽やかとか。もう王道だね、静岡。爽やかはうまい。なびっくりドンキ好きでしたね。あ、わかるわ、俺も好きだ。いいじゃん、パイナップルもあるしな。そうだ、びっくりドンキ、パイナップルハンバーグあるもんな。バンバン行ってた俺。いいな、ハンバーグか。
俺なんだろうな、俺はお母さんが作ったカレーですかね。やっぱどんな味よりもお母さんが作ったカレーがやっぱすごい美味しかったし、好感度高い。お母さんお母さんがいて俺がいるから、すげー、うん、やっぱその食べ物、好きな食べ物っていうのは俺はお母さんに感謝してます。まあ、親に感謝ですよね。うん、俺もだって初任給ちゃんと家族にプレゼントしました。あげた。偉いね。好感度だね。僕もあげましたね。あげた。あげました。ほんまが？何あげたの？あのいいドライヤーといい靴を。素晴らしい。素晴らしいわ。俺はあげてません。リクシルスポーツザセッション。この動画を見て3人のことがいっぱい知れてよかったなと思ったら、グッドボタンとチャンネル登録をお願いします。次回もお楽しみに。